ムセンチメントのマット変態な五条悟領域全開いってまた五条なるか CMM まあまあそんなつまんないギャグは置いといて、はいはい、もう今回は牛丼早食い対決ちょっとお前らもしいいですか、そんなつまんないギャグは置いて、そんなクソつまんないギャグは置いといて、置いといて、はい、置いといて、はいでまあ、持ってきてるやん。きっしょ、お前。顔触んないよ、その匂い嗅ぐとかつまんねえし、このクソゴみたいな。はい、ということで、まあ、早食い対決でございます。これ結構自信ある。あ、自信あるんだ。ガチ自信ある。牛丼大好きだから。うん。大好きなのが自信。ガチ自信ある。うん、確かに。そんな自信あるの？うん。じゃあ、カイトだけ1分ハンデをもらうということで、そうだね。そこで進めていくか。俺ら別にそんな自信ないからさ。いい、それ。俺こいつより自信あるけど大丈夫そう？すごいの出てきた。すごいやつ出てきた？普通の人だったら行って手洗って帰ってくるぐらいを、行って牛丼食べて帰ってくる。で、帰ってくる。速度はそれぐらいってこと？そんぐらい、そんぐらい。マジで？まあ、そんなつまんないネタは置いといて、すぐそこにね、吉野家があって、この真ん中に車がいるんですけれども、この車から吉野家に行って、吉野家でご飯を食べて、それで吉野家から帰ってくる、この速度を測る、今回企画となっております。これ何頼んでもいいんですか？まあ並盛りであれば何でも。なるほど。何でもいいの？まあ波以上だね。何はダメってこと？小学校からやり直せや。イントネーションワンピースだ。中盛りでも中盛りかなってこと？波以上ってことは何？波盛り以上ってことは波盛りがスタート。僕お腹空いてるんで超特盛りとかでも大丈夫ってこと？全然大丈夫です。自分いいんだ。じゃんけんで順番を決めます。最初食って帰ってきて何分か測ります。で、負けた人にも罰ゲームがあるってよ。今日の罰ゲームは、懸垂100回。えぐ、もうやだ、俺もやだ。順番決めていきましょうか。行きますか。お前が体的に1番だろ。4番で。じゃあ俺3番にするわ。3番。俺万番2番で。じゃあ僕からですね。ねんねん、サングラス武器のお前、小袋かお前。じゃあトップバッター行っていきたいと思います。よーい、スタート。早く早く早く急ぎ。失礼します。牛丼の並盛りもらってもいいですか？牛丼並ですね。はい、ありがとうございます。お客様お持ち帰りですか？はい。牛丼エピソードとかあります？それこそあれだね、俺と一星なんてさ、牛丼じゃないけど中尾覚えてる？ん？寝てるやん、お前。撮影中ね。俺と一星は中尾ってお店でね、チーズ親子とも本当に週8ぐらいで食ってたっけ？出たんですよ、高校の頃。懐かしいな、学校帰りとか行ってね、週8ぐらいかな、したな。土日だって4回ぐらいですよ。小袋やん、カビキお前。欲しく何乗りをまた立ちました。あ、ここで渡しますね、ちょっと。はい、前ですね。はい、行きます。ちょっとこれカメラもらっていいですか？一回。空がすんごく綺麗。見てください皆さん、この空ね、快晴、雲一つもない。そんなことはないと思うけど。雲結構見えるけど、ここから。なんなら雲だらけ。ええ、帰ってきた。5分19秒。ちょっと待って待って待って、もう会計が遅いわ。5人ぐらい並んでて。トッピングは何でした？卵？いや、俺もう普通にシンプルに最初だったから、2番目とか3番目とかだったら大盛りとか特盛り言ってたけど、面白さあれやるためにね、2、3番目だったらね、あと4番目とか。ああ、うん、そうだから、普通にもうシンプルの波頼んで、すごくやりにくい。結構混んでた？混んでるっちゃ混んでるかな。多分もう会計がもう4、5人並んで俺だったから、結構人がいなくなってる。位置について、よーい、スタート。行ってくるぜ。
じゃあ誰か前来れば。前来る。5分切りたいな、とりあえず。うわ、頼んでんじゃん。キモあいつ。しねしねしね。よく見えんね、これ。うわ、もう牛丼来てるあいつ。え、早くね。なんか醤油とかニヤニヤして食ってるわ、あいつ。うわ、味わってやがるな。牛丼の中で何が一番好き？パフェとか。あるんだ。ないっす。あ、ないんだ。なんだ、なんだ言うなよ。でも一周回って牛丼が一番うまい時もあるんだけど。確かにね。豚丼も好きだし、うん、唐揚げ弁当も好きだし、油淋鶏丼も好きだし、うん、それこそ黒毛和牛重も好きだし、うん、ダブル弁当も好きだし、って感じなんですよね。そうなんだ。まあ一番好きなのはパフェだっけ。パフェはないっすね。あ、ないんだ。何かに言ったんだ。あ、ごめんごめん、なんでやねん。オッケー。え、だってあいつもう会計終わったよ。え、本当にガチで言ってる。ここです。え、早い。1分ぐらいじゃなかった？もう鍵閉めたよ。3分46秒ぐらい。何頼んだの？牛丼並盛り、卵トッピング。うわ、つまんなお前。ガチめに黒毛和牛頼もうが迷ってるわ。よーい、スタート。おーおいおいおい。開けろ開けろ。美味しかった。いや、牛丼卵はもう、ねんなよ、ねんなよ、ねんなよ。とりあえずみんな仮眠取るか。いつだね。うん。じゃあ、おやすみ。俺座ってお願いしますって頼んだ。もう、あんまりいつものでいつもの。結構行きつけなんですか。俺はもう、週4ぐらいで来たんです。嘘です。え、なんで嘘ついたんですか。え、面白いかなと思って。ああ、週4で来るっていうのが面白いと思う。そうね。でもあなたも、あの、パフェが面白いと思って言ったんでね。でもあんまつまんないよね。確かに。グループね。このグループつまんないっすね。だって牛丼の波一つで。牛丼の波を一つで。はい、ありがとうございます。かけすぎたか聞いてる。あ、ちょっと1万円からで。かしこまりました。ベはい、あ、召し上がりだ。ごめんなさい、お持ち帰りだと思って、お持ち帰りで会計しちゃったんで、はい、あの、ちょっと店内と、あの、店内とウェイトでちょっと税率違って。あ、じゃあお持ち帰りで大丈夫です。あ、大丈夫です、はい、ごめんなさい。お持ち帰りしてんだけど、なんなの。まさかテイクアウト。ちょっとこれ、なんか誤算が起きちゃって。3分4秒。早い。早いな。ちょっといい？普通に店内行ったのよ。最初に、まず最初に。頼んだわけよ、牛丼を。椅子に座ってたのよ。うん。で、そしたら、なんか店員さんの方が、なんか勘違いしちゃってたらしいのよ。勘違いしちゃってたらしいのよ。だって牛丼の波一つで。牛丼の波を一つで。はい。あ、店内ですか？みたいな感じになっちゃって。うん、すいません、お持ち帰りの方にって言われちゃったから。うん。あ、じゃあ、全然全然大丈夫ですって言っちゃって、お持ち帰りになっちゃったっていう。うん、ちょっとやるかしたっすね、これは。牛丼くん、3分4秒でございます。カウントされるんだ、ちゃんと。暫定1位。まあ、最後に見せてくれますから。驚愕の速度がしますよ。みんな牛丼並みですか。公平にね。じゃあちょっと行ってきますか。よーい、スタート。行ってきまーす。うん、じゃあどれを頼んでいきますかね。カメラさんにお部屋です。あ、行きます。お決まりですか。いや、まあ決まってないです。さっきまたやんでから。はい、こんなメニューがあるっぽいですね。どれか迷ってますね。あ、この牛皿付き塩豚丼定食。麺塩豚定食。あ、そうです。ご飯をお盛りしますか。お願いします。お盛りで。他にご注文は大丈夫。
これもうそろ出ないとまずいな。これもなんでもない。画面見て。はい、届きました。僕が頼んだ商品はこちらです。美味しそうですね、これ。ご飯も大盛りにしました。伊勢くんだいぶ遅くないですか？ね、もう5分だからね。ああ、じゃあもうマスター大丈夫。安心安心。牛丼エピソードあります、マスター。ないです。めっちゃゆっくり食事してるじゃないですか。お願いします。テイクアウトで食うのとさ、持ち帰りで食うのなんか美味しさ違うよね。うん、テイクアウトと持ち帰りは一緒ね。違う、なんか店内で食うのと、うん、テイクアウトで食うのと味とかちょっと違うね、美味しさが。そりゃね、駐車場で食うあの牛丼とさ、もう遅いな。大好きなのはひまわりの種。それが聞きたくないんだけど。伊勢が本当にずっと立つよね、花火の時。男を走るよ、ハム太郎。男を走るよ、ハム太郎。だ15分ぐらい経った。止まんないの。釣りも帰るか。心配に帰るのもありやな。帰ろう帰ろう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でーす。めっちゃ食ってるよ、ちゃんと。お疲れ様。まあしょうがない、遅いやつ。これ全然しょうがないことだよ。時間との勝負っつってのはもう10分も過ぎちゃったからね。暑いってのがあった、米が。そうね、あれが、米が暑くなったら俺もっといける。冷たいうどんとかだったら俺多分誰も負けない。緊急事態し。ちょっと。ネギ食べれないし。え、ガチでまだ食ってんの？あいつ会計してるわ。会計してる、会計してる。ごちそうさまでした。普通に帰ろ、帰ろ、普通に帰ろ。あ、じゃあ目の前で帰ろ。オッケーオッケー。何だった？18分よ。いやー、非常に美味しかったですね。お疲れ。おつぁ遅いよ、お前。お疲れ。やっぱゆっくり味わう。待って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 、バイバイ。まあ置いていきましたと、はい、待って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 、あの人間が車には追いつけません。はい、はい、19分40。何を食ってたの？ダブル牛サラネギ塩豚サラ定食。定食で、ご飯大盛りしますかって言われたから、うん、はい、大盛りでって言って食ってましたね。急いだ？もうもちろん、もうとんでもない速度で食ってたよ。いろいろやってたけど、うん、たぶん取れたか作ったんだろうなと思って、首かしげたりうなずいたりしてましたけどバレてた。ちょっと少し時間やめて。